はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。現状ウクライナ情勢、特にウクライナ東部情勢は重大な局面を迎えています。まずはニュースを読んでまいります。ロシア軍イジューム撤退へ、ウクライナ軍が要衝奪還。ウクライナ軍は10日、北東部ハルキウ州のロシア軍占領地への攻撃を進め、同軍が補給基地とする町を奪還した。これを受けてロシア国防省は同日言う、これまでロシア軍が同州で東部制圧を狙うための重要拠点としてきた都市イジューム周辺から部隊を撤退させると発表した。これによりウクライナ軍の東部での反転攻勢が強まるとみられる。ウクライナ軍が奪還したのはハルキウ州東部の交通の要所クピャンスク。ロシア軍はこの町を2月にウクライナ侵攻を始めた直後に占領下に置き、州内の他の占領地への補給基地の役割を持たせてきた。ロシア軍はまたウクライナ侵攻の目的とする東部ドンバス地方の制圧に向け、同州南東部の都市イジュームを重要な攻撃拠点の一つとしてきた。クピャンスクを失ったことでそのイジュームへの補給路を断たれることになり、周辺の占領地の維持も困難になったと判断したとみられる。このように報道されております。また別の報道でも同様の報道があります。ロシア国防省はウクライナ北東部ハルキウ州に展開していた一部の部隊について再配置すると発表しました。事実上の撤退表明とみられます。ロシア国防省は10日声明を発表し、ハルキウ州のバラクレヤとイジューム周辺に展開していたロシア軍部隊について特別軍事作戦の目的を達成するためドネツク州方面に再配置すると述べました。バラクレヤとイジューム地域からの事実上の撤退表明とみられます。このように報道されております。ですのでこうした報道を総合的に見てまいりますと、ロシア軍は事実上ウクライナ東部の要衝イジュームから撤退し、ウクライナ軍はイジュームを奪還したというふうに考えられると思います。またイジュームをですね、支えてきたロシア軍の主要補給路、ロシアベルゴロドからの補給路とロシアバルキからの補給路が合流するロシア軍の主要補給路の重要な結節点であり、ロシア軍の高度な指揮所でもあり、イジュームの後方基地となってきましたクピャンスクも事実上陥落、ウクライナ軍が奪還しました。クピャンスク市議会など複数の地点でウクライナ軍兵士が撮影した写真が確認され始めています。さらにはクピャンスク市内でウクライナ国旗を掲げるウクライナ軍第92独立機械化旅団の写真も出ているため、クピャンスクは陥落し、ウクライナ軍はクピャンスク奪還に成功しました。ハルキウ州の幹部は10日 SNS 交流サイト上で同州の交通の要衝クピャンスクをロシア軍から解放したと表明した。ウクライナ軍は米欧側から供与された兵器を活用して南部や東部で反攻を進めており、今後ロシア軍の防衛線が崩壊する可能性も指摘されている。クピャンスクは最前線である東部ドンバス地域、ドネツク、ルガンスク領州への補給ルートで、イギリス国防省はクピャンスクを喪失すればロシア軍に大打撃となると分析。またヘルソン州など南部でも反攻が進んでおり、ロシア軍は2方面で圧力を受けているという。このように報道されております。つまりウクライナハルキウ州の要衝イジュームとクピャンスクをウクライナ軍は奪還したと言えると思います。このことでロシア軍はウクライナ東部ドンバス地域、ドネツク州、ルガンスク州両州でありますが、このウクライナ東部ドンバス地域への主要な補給ルートを失ったということが可能性として考えられます。このことでロシア軍のウクライナ東部における作戦はほぼ機能しなくなる可能性が考えられます。このことはプーチン政権が目標として掲げてきたウクライナ東部ドンバス地方とウクライナ南部の完全支配の確立という目標が現状失敗に直面している可能性を示唆していると考えられます。プーチン大統領は8月15日次のように述べておりました。2022年8月16日のニュース、プーチン大統領は8月15日モスクワ郊外で開幕した軍事技術に関するフォーラムに出席し、ウクライナでの軍事作戦についてロシア軍側は定められた全ての任務をしっかりと果たしていると強調しました。ロシアプーチン大統領、特別軍事作戦において我が軍はドンバスの兵士と共に任務を果たし、一歩ずつウクライナ東部のドンバス地方を解放している。このように報道されておりました。しかしウクライナ軍がウクライナ東部ハルキウ州の要衝クピャンスクとイジュームを奪還したことで、このプーチン大統領の発言は根本から覆った形と
なっているように見えます。つまりプーチン政権とロシア軍は現状ウクライナ東部ドンバス地域、ウクライナ東部である種決定的な敗北に直面している可能性があります。このことはプーチン政権が一方的に主張するいわゆる特別軍事作戦の目標であるウクライナ東部ドンバス地方の完全支配の確率は今後破綻する可能性に直面しているということも考えられると思います。またイジュームをウクライナ軍が奪還したことで今後ロシア軍は占領したはずのルハンシク州セベロドネツクもウクライナ軍に奪還される可能性も出てくることが考えられます。まず今後ウクライナ軍はルハンシク州セベロドネツクのドネツ川の対岸にあるルハンシク州リシチャンシクへ進軍する可能性が考えられます。それは過去のゼレンスキー大統領の発言からも見えてくると思います。ゼレンスキー大統領は7月3日夜の演説で東部ルハンスク州リシチャンスクからの撤退を事実上認めるとともに戦術上の方針だと主張し近代兵器を用意して戻ってくると述べた。このように報道されておりました。ですので今後ウクライナ軍はルハンシク州リシチャンスクとルハンシク州セベロドネツク奪還に向けて動き出す可能性も考えられると思います。同時にウクライナ軍はウクライナ南部においてヘルソン州奪還などへの攻勢を強めておりまして、その先にはクリミア奪還ということも念頭に置いていると思われます。ウクライナ情勢は今大きな転換点を迎えていると言っていいと思います。こうした情勢を受けまして次のような指摘が報告されております。ウクライナ東部ハルキウ州でのウクライナ軍の反撃によりロシアのウラジーミル・プーチン大統領は9月9日にロシアの治安及び政府高官との会談を招集した可能性が高い。このような指摘があります。ですので今後ウクライナ東部ウクライナ南部におけるウクライナ軍とロシア軍の攻防は激しさを増す可能性があると考えられます。こうした情勢が報道されている中次のような報道があります。備蓄の天然ガス 85% 超に混沌を乗り切りに自信。ドイツのショルツ首相は10日までにロシアによる天然ガス供給の削減を受け国内向けに確保した量に触れ備蓄能力の 85% を超える水準に達したと発表した。同国の予算案編成に関する演説で述べた。事態が緊迫する様々な要因はあるもののドイツは混沌を多分乗り切れるだろうとも説明。液化天然ガス LNG 基地の新設やロシア以外からの代替調達の効果に言及した。ショルツ氏は先週ガス供給の問題で数ヶ月前に想定していた以上の抜かりのない準備を整えていると誇示ロシアが及ぼした脅威に十分に対応できるとも主張した。このように報道されております。ドイツがですね今年の冬のエネルギー問題を乗り越えることができる可能性が高まっているということは EU が今年の冬のエネルギー問題を乗り越える可能性が高いということも示唆していると考えられます。こうなってまいりますとロシアプーチン政権は EU 諸国などへのエネルギーを背景とした圧力というカードを失い、さらにロシアプーチン政権が一方的に主張するいわゆる特別軍事作戦も頓挫する可能性があるように見えるという2つの情勢と直面している可能性が考えられます。モスクワ区議プーチン氏は辞任を。故郷サンクトペテルブルクでもロシアモスクワの区議グループは9日ウクライナ侵攻の責任を問いプーチン大統領の辞任を要求した。モスクワに125ある地区の一つのリベラル系区議らが要請書をまとめた。少数派だが長期化する侵攻に不満がくすぶっていることを示していると言えそうだ。要請書はプーチン氏の言動がロシアを冷戦時代に引き戻すことにつながっていると批判。経済成長は実現せず有能な人材が海外へ流出していると指摘した。アメリカ政府系放送局によるとプーチン氏の故郷サンクトペテルブルクでも7日区議グループがロシア下院に対し国家反逆を理由に大統領を弾劾するよう訴える要請書を公表。ウクライナ侵攻によって若い兵士を死なせ北大西洋条約機構 NATO 拡大も招いたと非難した。区議グループは警察への出頭を求められたという。このように報道されております。ウクライナ軍のウクライナ東部での大規模な反転攻勢を受けてプーチン政権はその政権の揺らぎということに今後直面する可能性も考えられます。こうした情勢の中西側諸国はさらにウクライナ支援を継続しウクライナの平和を守り抜く。ウクライナの平和を1日でも1時間でも1分でも早く取り戻す。このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル
ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。